先生はどうですか最近は最近はまあ今日ねゲストにどぶろっくが来ますけどもどぶろっくと一緒にねたけしさんの東スポ映画大賞同じく映画の賞とあとエンターテインメントの賞が毎年選ばれて僕らとどぶろっく選ばれたんですだからその授賞式に。映映画画にと エンターテインメントのほ映画部門と芸人部門みたいなのがあるんですよ、それの僕ら今年は日本芸能大賞というのをだきまして、どぶろっカー日本演芸賞かな、僕らだけちょっと格が上の賞をいたまけおめでとうございます、とんでもないです、ありがとうございます、やっぱりたけしさん、本当にね、花大さんのこといえいえ、ありがたい話なんですけど、たけしさんのこれってね、もう映画賞自体が第24回って言ってました。エンンターテイメトも第回なんで 結構歴史のある賞で、はいうん、受賞式も、うん、もう東京プリンスホテルの、うん、まあ一室を借り切って盛大に行われるんです、ええ、受賞式らしい場所ですねそうですそうですそこに行ってきました、はい、だってあの僕と僕らとどブロックだけ聞いたらあんまピンとこないかもしれないですけど、はいはい、一番最後に登壇したの宮沢りえさんですからね<ー>僕らの目の前を通って。 神の月かなあれで賞を取られましたけどそれで一緒でしたねなんとそれは華々しい先生ただそういうね宮沢りえさんとかあと大島優子さんとかいらっしゃって皆さん受賞した方は必ず壇上に上がってたけしさんとちょっと軽くトークというかちょっとスピーチするだけなんですけど芸人は絶対ネタやななきゃいいけですよそれが義務なんですよで賞金もらえるんですよ これはさんのポケットマネーなんです、えー、ポケットマネーで結構な額をいただけるんですね。えー、目録をもらえて中にちゃんと本当に書いてあって、はい、あの請求書の先とかそれはあのーまあ、だからこれをギャラ代わりにネタやれみたいな感じでやるんですけど、うんあえー、僕らあのこのたけしさんの賞をいただくの実は2回目で、はい、1>, 1回目もこの同じシステムでネタやったんですけど、うん、本当に記憶なくなるぐらい滑ったんですよ。<laughs> <laughs> うん、あそれって、もう芸人さんからすると、本当に怖いですね、うん、ね記憶なくなるぐらい、喋ってる、喋ってるそばから記憶が消えていくような、ま、それもう芸人の本能として、消していこうとしてるんですかね、うん、なんでこんなにネタやってんのに、鼻の奥がツンとするんだろうぐらい、滑ったんですよ <laughs> プールじゃないのに、<laughs> そうそうそうだから、まあ、参ったなと思って、<laughs> そうですか。えー で今年もい,いやでも今年はそのもう一、まあ、回目とは違う一回目よりは受けましたけど、はい、まあでもやっぱちょっと鼻の奥はツンとしますね。うん、ああそうですか。なんかな。 お客さんがね、そのまあステージから見まして前の方にその受賞者がいるわけですよ。映画関係者の方とか、で今回映画で賞を取ったのが上島隆平さん、上島次元で。はい。上島隆平さんが主演男優賞を取った。んでいいじゃないですか、ちょっとこれは。でもダチオクラブさんと監督かなマッコイ斉藤さんがいらっしゃって、だからそのまあ僕らから見たら先輩じゃないですか。ダチオさんに見られるのもちょっと。 緊張するぞ同業者という意味ではね。同じテーブルに劇団ひとりくんもいて。ああ、なるほど。で、なんか嫌じゃないですか。この人たちに見られるの。まあまあでもバラエティ番組なんかでよく一緒になるし、まあみんなもね、無理にでも笑って盛り上げてくれるから、まあいいんですけど、実は今回、もう一人芸人さんがいらっしゃって、立川談春さんがいらっしゃったんですね。 で今ね<え>チケットが最も取れない落語家の一人と言われている「ダンシュン」さんの目の前でネタをやるってやっぱ嫌、うん、ですよやっぱあの見られるって、はい、でも,もちろんね「ダンシュン」さんもにこやかに見てくれてるはずですけど、はい、もう僕はねネタ中見,ら、うん、見ることができなかったですもしなんか、えーえー、もしなんか真顔でこっち見てたらもうどうしようとか。<laughs> なるからやっぱりそうやりづらい場所っていうのはあるんですね。やっぱりそういう時ちょっと花丸さんとなんかちょっとこう今日はやりづらいなとかそういうこう慰めあったりとかそういうことはないんですか、うんうん？まあ僕らだけだったらまあやりますけどその後にほら後輩がそれこそドブロックとか同じく受賞してエレキテルとかあの辺もネタやるんでまあ言ったらみんな滑れば。 肩叩いて、なんという選択で、そんなもんだよとかなるんですけど、いや、でもね、僕らの漫才もまあまあ、そこまで滑りはしませんでしたけど、やっぱどブロックの歌ネタとかのほうがやっぱ盛り上がるなと思って、華々しい場所に歌っていうのはまた、合いそうそう、こいつらはね、テレビも入ってましたけど、BS か CS しか入ってないんで、本当、地上波ではやらないような、どぎつい下ネタを歌ってたんですよ。 いや、<あ>そら受けるわと思って。ね、なんか、大噂はかねがね、伺っておりますけれども、ちょっとあの、ちょっと地上波用とそうでないようがあると。だ今日この後ゲスト来るんで、はい、今日はそれをや,やらせますか、<laughs> 地上波でね。玉結 <laughs> び仕様は。そうですか、そうですか。それをやらしてもら。